はい、どうもこんにちは、銀です。それでは今回もデッドアイランド前回の続きからプレイしていきたいと思います。前回がスタンって人のお願いで家の中のギャングを倒してくれというクエストをクリアしてきました。で、1回死んでしまったんですよね。基本的にギャングは銃持ちかと思ったらまさかのホームメイドナイフを持って特攻してくるやつがいて焦ってやられてしまいました。なるべく死なないように次から頑張っていきたいですが、で今回やろうと思っているのが、このポスターとインシュリン、これ両方できたらやりたいなと思っているんですが、まずはインシュリン近く、結構近いですね。あとインシュリンをまずじゃあ取りに行きましょうか。いますね、敵が。さあ来い。やべ、しくった。さあ来い。ポスターをどこに貼るかですよね。近くにあれば同時進行でやっていきたい。何の声だ、何の声だ。とりあえず気づかれた。いたいる。倒して、おっと、ギャングの声するぞ。どこにギャングがいる。おっと、おっと、この量はやべ
こう打ってくるか。打ってくるなら。すげえなおい。死んだか。いや死んでないか。うん、やるか。難しいか。よし倒したか。あと1体よ。どっちから狙ったらいい。こっからか。いやこっちか。ちょうどこの下か。この下か。死なないか。あ、ちょっと強いのあるのに。なに？奴らを殺せ！あー、ダメか。じゃあ行くか。お、マジ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 。うわ、くそ、やっちまった。あの、必死みたいなのに俺打ち込みが。普通の打ち込みが。決まってろ。そうだよな。恥ずかよ。早速死んでしまったよ。しかも何も関係ない。これは恥ずかしい。目を挽回しなければ。これ？降ります。下にいるんで。なるほど。殺します。このじゃん。制圧。いや、いるな。そこだ。はい、OK。リストロケーション、おった。これは、どういうのかな。リストロケットの回復を答える。オッケー。こんなもん一回死んだのに割り合わねえよ。うちはどっちだい。近い出れないし上上がれないかな。ウルナー的こっちから出るしかないか。敵は狙うっぽいから、あ、こっちだ。いるなI'm
はもう引っ掛かれる。不完全なリボルバー。あ、どうするの？あいつか。こういうので倒れる。頭を潰す。そっか、このモーションがもっと短くなるやつ取るんですよね。そっち最優先ですね。サイダーどこから出てくるかな。こっちは燃えてるやつ。そろそろあの修理がしたいんだが。これ本当にちゃんといい道を案内してくれてるとこまでな気がしならない。これ絶対こっちから行けるよ。サイモンの言葉。あれ倒せってことか。サイモンどうした？これ貼れるの？どうした？貼っちゃう。貼りました。おっと。これは倒せない。レオンで行きましょうか。一気に。いや、違う、間違えた。デオブンで一掃しましょう。倉庫の中に入れる。やったー。これこれ。いないか。いけるぞ。いるな、いるな。ちょっといるでしょ。いや、声聞こえるて。え、どこにいるの？こっち？じゃあ、いや。おお、近くね。手助け感謝する。この辺りの人は助けを必要としてる。開けてみる。話してみるといい。手助けできることがあるかもしれない。イエーイ。おい、あんたか。待て待て。よう、俺たちはここを要塞化している。俺がここの責任者ってわけだ。ここを見つける前に銃を探していたが、見つけたのは現金だけだった。とんでもねえ大金だぞ。火炎瓶用のエタノールを見つけたら喜んで買い取ってやる。どうせ金の持ち主はもういないんだろうから。別に構わないだろ。アルコール5本は出して火炎瓶作戦手伝い。それならできる。アルコールが5本だ。はい、アルコール渡せばいいんだ。おいおい、あんたか。開けて。いらないものあるかな。あ、弱いナイフ。ちょっとアイテムやばいな。これは。行かないでくれ。これで飛んで預けに行きましょう。教会に行って、うん、全部預けましょう。
ダメよ、目を閉じないで。しっかり目を開け、はい、とりあえず全部開けた後で整理をするしかないな。よし、じゃあもう一回さっきのところに戻りましょう。そうだ、何か見つけたか。お、ハンマーだ。弱いハンマーか、はい、何かあったか。使えそうなものがあったら言ってくれ。あそこさっき捨てたやつか。はい、ちょっと修理。オッケー。ちょっと出ようか。ましょう。おい。息ができた。頼みがあるんだ。あ、結構ここもクエストあるな。何か見つけたか。取りに行きましょうか。まずはちょっと今日の目標の。お互いのためになるんだ。街の5箇所にポスターを貼るじゃない。ドラッグストーン。おい、着ないよ。神は着ないって。で、こっちから行けと。おお。来るか。どっから来る。あ、いた。さあ、ポイ。いいぞ、かかってこい。お前一体だけなんだ。オッケー。あ、ここに仲介所というか、まあ、その通れる場所があるの、来れる場所があるのはいいですね。だいぶ楽になりますね。さあ、インシュリン取りに行きますよ。さあ、敵がいますよ。何か持ってます。おっと、マジか。投げてくるのか、これ。やっぱり投げてきた。やばいな、これだ。やばい。
と案内通りに行きましょう。さっき倒したばっかなんで敵は湧いてはないはずだよと。あといっといっよいしょ。おーっとおーっと取れた。ここにインシュリンがある。これするか。中にいる。あ、中にいるっぽいな。中にいるっぽい。ほい。やっぱりね。ああ。死ぬ。レクロスギターですよ。いらねえよ。捨てます。敵仲はいないか。いるわ。全部揃いましたね。じゃあこのインシュリンをディアンナに届けに行きましょう。いいんだよな。はい、じゃあもうこれで飛びましょうか。ああ、じゃあ渡す前に先にちょっと何個かクエスト受けときましょうか。爆破必要なのは漂白剤だけだ。塩素酸カリウムを抽出する道具と材料は揃っている。揮発性の高い強力な物質だ。手榴弾や迫撃砲、地雷に使われる。もしも漂白剤を見つけてくれたら手榴弾でも地雷でも欲しいものを何でもやるよ。え、本当？漂白剤結構あるんじゃない？イエーイ。なあ、やってやるさ。いいぞいいぞ、素晴らしい。どんな種類の漂白剤でもいいから。持ってるよね、多分。あ、もらえた。あ、もらえた。もうない。もう持ってないか。はい、で、他に話しかけれる人は、あ、こちらの方。この無線機を修理できれば救助を呼べるかもしれない。だが、部品がいくつか足りない。トランスとケーブルが必要だ。悪いが取りに行ってくれないか。近所の店に置いてあるはずだ。受けときましょうか。電子部品とワイヤーを探す。有志やろう。よし、気をつけろよ。グイレディオガガ。おい、あんたか。あ、間違えた。まあいいや。ポケットお金。はい。助けてくれて感謝する。あー、この人はあれか、報酬をくれる人。何か見つけたか。アルコール渡される。話しかけましょう。よーし、あのバカどもをブリトーにしてやる。おい、火炎瓶ゲット。これだけ。ここ確かあれがあったはずなんですけど、行かないでくれ。ショップがあったはずなんですけど。おい、
まだないかな。あ、この人よ。俺はクワン。家族を養うために兄弟とこの島へ働きに来ている。食べ物を探しに外へ出たらあいつらに殺されかけた。ニックがここへ連れてきてくれなければ死んでいた。でも兄弟がまだアパートに隠れているんだ。あいつは俺が死んだと思っているだろう。あそこは危険だ。兄弟を見つけて連れてきてくれないか。クワンの兄弟を探す。結構ハードって書いてますね。いいよ。ここには何も持ってきてないが、金ならあげられるよ。住所はセハト通り13番だ。ありがとう。兄弟を見つけてくれ。お願いだ。おい。あと2人聞けるやつがありますね。もう息ができない。他の生存者と一緒にいた時、略奪者たちに襲われた。ともかく、走ったよ。他に逃げられた人はいないだろう。奴らに財布を取られてしまった。現金に、クレジットカード、パスポート。それに娘の写真も入っていたんだ。ニューヨークで待っている娘が唯一の心の支えなんだよ。ここへは仕事で来た。娘の10歳の誕生日までに帰ると約束したんだ。約束を破ったことは何度もあるが、今回だけは娘を傷つけたくない。奴らを探してくれないか。はい、やってやろうぜ。奴らにはドラッグストアの横で襲撃された。まだその辺りにいるだろう。あ、さっきなんかそこで声聞こえましたもんね。ギャングのあいつらでしょうね。今度倒しに行きましょう。最後この人かな。喘息用の吸入器が空になりそうなの。これがないと息ができなくなるのに。この状況で症状もひどくなってる。この辺りの薬局は略奪で空っぽだと思うけど、もし吸入器を見つけたら持ってきて。使いかけでもありがたいわ。大丈夫かい。はい、これ負けていきましょう。やるさ。ありがとう。これでどれぐらい持つかわからないけど。はい、あいつが心配なんだ。全員、あ、ショップ開いてますね。お、暴力的なトンファーだ。買いましょう。こんなもんすかね。トンファーぐらいしか欲しいのがなかったです。あ、トンファーネイルドにしときましょうか。で、アップグレード。あ、所持金が足りねえ。修理このところに迫った。で、いらないものじゃあ売ってアップグレードしたいですね。傷んだナイフ、弱いナイフ、弱いハンマー、弱いバット。これもいらねえな。ほい。で、アップグレードネイルドトンファーをアップグレードに。はい、これでいい感じのトンファーが出来上がりました。何か見つけたら教えてくれ。はい、じゃあディアンナに、インシュリンを渡しましょうか。飛びます。はい、到着。ディアンナ、はい、だ。はい、救いの天使だわ。祈りが神様に届いたのね。あの子の旦那様は神様に召されて、残されたのは赤ちゃんだけなの。神様があなたを守ってくださいますように。はい、現金ゲット。遠くにこっちはいいの売ってないか。で、アイテムを預けれるのは特にはないかな。ボルトポリスバトンが結構攻撃弱い感じかな。弱いよな、スティックに比べたら。これいらないかな。預けてとかありますしね。耐久は、はあ、耐久高いのか。あった方がいいのか。はい、こんなもんですかね。うん、こんなもんですね。はい、じゃあ今回の動画はここまでとさせていただきます。よかったら次回の動画も見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。